然上がらない。頑張れ。できたね。できたね。やったハガ町で開催される国体競技の練習がこちらのジムで行われているということなので早速中に行ってみましょう。今日はよろしくお願いします。はい、こちらよろしくお願いいたします。パワーリフティングというのはウェイトトレーニング、いわゆる筋トレですね。ビッグスリーと呼ばれているスクワット、ベンチプレス、デッドリフト、これらは非常に基本的でしかも高重量を扱える種目なんですけれども、この3種目について1回でいいからどれだけ重いものが上がるかというのを競うものです。でその合計重量の多い人が勝ちと。これがシャフト、これがプレート。プレートは公式に使われるものは25キロ、20キロ、15キロ、10キロ、5キロ、2.5キロ、1.25、プラスシャフトが20キロです。シャフト自体が20キロですか？はい。じゃあちょっと早速体験していきたいんですけど。はい。沈み込んで、沈み込んで、肩に当てて、肩に当てる。せーの。もう一回いきますよ。はい。ん？せーの。いや全然上がらない。かわいい木だ。ちょっと触ってみますけど余裕です。お上がった。バランスを取り続けなきゃいけないっていう難しい。これまだ1個目ですよね。これ1個目です続いてこちらはデッドリフトと言います。デッドリフト、はい、強いですね。死ぬほど重い重量を上げるとこの状態で、はい、すごい。そうこんなスーツで余裕で上げた。ちょっと行ってみますか。はい、応援をよろしくお願いしますよ。はい、行け、はい、頑張れ。頑張りました国体に向けてですね、練習している選手が2人いらっしゃいますので資料をぜひ見ていただきたいと。66キロ級の、橋本選手120キロです。しっかり構えるために、はい、やってます。それでベンチの場合にはブリッジをですねしっかりしておく必要があります。すごいすごいすごい、はい、すごい。階級105キロ級の樋口選手です。すごい、見るからに持ち上げちゃいそうな感じ出てますよ。今これが160キロぐらいなんで160の束よ。いやもう迫力がもう違うからな。すごい。このバーというかがしなるんです。しなってますよね。しなります。そんなの持って大丈夫？大丈夫、トレーニングしてますので。感動感動感動。今回はせっかくの地元開催なので出場できるようにまずは地元の大会で優勝できるよう頑張っていきたいと思っております。今後もですねこの競技を続けていきまして40歳50歳になってもさらに努力していって全国でも優勝できるように頑張っていきたいなと思っております。まあ、大会で、人に勝つというのも、大切なんですけれどもやっぱり一番は前回の大会に出た時よりも自分を超えるという前の自分を超えるためのトレーニングをしっかり考えながらやっていこうと思っています。